リュートン師匠、試合中に突然倒れる。リュートンタウンの師匠トム・ロッキアがボーンマス戦の後半にピッチ上で倒れて試合が中断された。ロッキアの状態について、リュートンは声明の中で、我々のメディカルチームにより師匠がピッチ上で心停止を起こしていたことが確認された。しかしピッチから運び出されるまでに彼は反応できる状態だった。彼はスタジアム内でさらなる治療を受けた。このことに対しては我々は両チームのメディカルチームにもう一度感謝を伝えたいと綴り、以下に続けた。トムは病院に搬送され、彼が安定した状態で家族と共に精密検査を受けているということを我々はサポーターに伝えることができる。ロックスへのサポートや心配、愛のあるメッセージに対して全ての人に感謝したい。ロッキアは昨シーズンの昇格プレーオフ決勝でも突如ピッチに倒れ込んだ。不整脈による頻迫が原因であると診断され、その後手術を受けて復帰し、今シーズンからチームと共にプレミアリーグの舞台でプレーしている。ボーンマス VS ルートン中断って何があったのかと思ったら、こんなことになってたのか。とりあえず無事なようで何より。中止になってた理由これかよ。お大事にしてください。チームの精神的支柱だからね。心配。ロッキア試合中に倒れるの2回目か。2年前のユーロでエリクセンが試合中倒れて緊急搬送された時と同じ状況か。半年で2回の心停止、これはさすがにサッカー選手続けるのきつそうだな。命に別状はなくて何より。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。